こんにちは、あやです。今回はありがたいことにリクエストをいただいたバッグの中身を紹介してみようと思います。 YouTube でよく What's in my bag ってあるじゃないですか。いつか私もやってみたいなって思ってたのでリクエストいただけて嬉しかったです。それではレッツゴー。はい、では早速紹介していきます。まあ言うても私そんな大したもの入ってないんですけど、まあでも紹介していきます。バッグは、普段使うバッグはだいたいこれか、あとこれか、あとこれ、この3つが本当に多いんですけど、その中でもよく使うのはこれ。かけれるし、どんな服でも合いやすいので、もう結構パッてこれかけることが多いんですけど、一番お気に入りなのがこれなので、今はこの中にあの物を入れてます。このバッグはプルラのもので、2年前かな、2年前の誕生日に彼氏からプレゼントしてもらったバッグです。色もめっちゃ好きで、めっちゃお気に入りです。でもこれはあのこうかけれないんですよ。なので、まあ、こうやって肩にこうやってかけて使ってます。こっちのカバンは GU のものなんですけど、めっちゃ安いのにめっちゃ使いやすくて、結構思ったよりも入るんですよ。なので結構気に入っててよく使ってます。これも GU のものなんですけど、これは取り外しできるんですけど、あのちょっと物が多い時とかはこっちで行くことが多いです。では中身を紹介していきます。ここカチッて開けて、まずは、はい、お財布です。これは去年の誕生日に彼氏がプレゼントしてくれたグッチの財布です。三つ折りになってます。中はあんまりたくさん入れてなくて、カードはクレジットカード、キャッシュカード、買い物する時のカード、保険証とかコンビニとかで使うようなカード、免許証、あとは電車乗る時のカードしか入れてなくて、病院とか行く時はカードとかをまとめて入れてるところがあるので、そこからその日使うカードとかを入れて持っていくっていう感じにしてます。結構分厚くなっちゃうとカバンの中でも場所取ってしまうので嫌で、なのでそうやって使ってます。はい、ミニポーチです。このポーチはダイソーで買ったものです。はい、その日使ってるリップとこのマキシマイザーを持ち歩いてます。今日はこれなんですけど、友達が誕生日プレゼントにくれたディオールのリップで、もうめっちゃ可愛くて、もうめっちゃ気に入ってて、こんな感じでピンクなんですけど、もうめっちゃ可愛くて着けて、今日はちょっとピンクっぽいメイクをしてるんですけど、今日はこのリップとディオールのマキシマイザーをセットで入れてます。フェイスパウダーも入れてます。これはジル・スチュワートのルースパウダー N01 番のものなんですけど、私はこれは何個か買った時にノベルティみたいな感じでもらったものなんですよね。でもサイズも持ち歩けるサイズやし、これ何がいいってお直しにめっちゃ良くて、普段はキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーでメイクしてるんですけど、外でメイク直しする時はもうこれ開けてこう粉をボボボボボってつけたら、ほんまに一瞬で肌綺麗になるので、これはもう絶対持ち歩いてます。友達とよくダンスするんですけど、その時とかもう汗めっちゃかいて、ちょっと肌がこう乱れた時でもこれをつけたら結構肌綺麗になるし、ふわふわになるので、これは絶対必需品です。なんか適当な櫛、こういう櫛持ち歩いてます。これはなんかあの雑誌の付録、レイって書いてますね。レイビームスって書いてるので、レイを買った時の付録やと思います。と目薬、私はいつもこのロート C キューブのアイスクールです。もう絶対これです。もう目スカってなってこうちょっと冷たってなるのが好きです。それとこういうゴムを一つ持ち歩いてます。汗とかかいたりとか、髪の毛ボサボサなった時とかにこうさってくくれるように一応入れてます。とこれセリアのアトマイザーなんですけど、中はボディミストかディオールの香水を入れてます。と、あとこれやばい、これほんまに恥ずかしい なんかこういう袋に絆創膏とビニール袋と、あとご飯食べた後とかこう口が気持ち悪いのが嫌なので、こういうのど飴かキシリトルガムと、あとなんかヘアピン1個と
あとはロキソニンですのピンクの胃に優しいタイプのロキソニンとトラベルミンみたいな名前の酔い止めを入れてます。これはほんまに必需品です。なんかちょっと体調悪いかもって思った時とかガム噛んだりしたらちょっとスッてするので必需品です。こんな感じで入れてます。次はハンドクリーム入れてます。これはたまたま出かけてる時に手カサカサやのにハンドクリーム忘れていってて薬局でさっと買ったものなんですけどそれを今入れてるって感じです。次はじゃんハラペコアムシの巾着袋めっちゃ可愛くないですか。充電器入れてます。コロコロのところとこの充電器はアンカーのものとこのコードを入れてます。このコードは100均のものなんですけど iPhone 用とこの USB と両方ついてるんですよ。これで100円ですよ。めっちゃ安くないですか。携帯充電なくなった時とか充電器挿してカバンの中に入れとったりするのでコードはそんなに長くいらないのでこんな短いので私は十分なのでこれを入れてます。一応これも入れてます。でじゃん日焼け止めを入れてます。これはこういうスプレータイプなんですけどいつも家出る前にスキンアクアのトーンアップの日焼け止めを塗っていくんですけど時間経ってきた時にこう直すように一応こういうの入れてます。なんかバーこう塗るってなったら結構手ベタベタするのとかも気になったりとか時間かかったりとかするのでもうこういうスプレータイプでシャーって直せるように一応入れてます。次は、はい、ハンカチも入れてます。ポール&ジョーンのものなんですけど今月誕生日月なので家に送られてきましたハンカチは結構なんか友達とかにプレゼントしてもらって結構何枚かあるのでそれを結構交互に使ってます。で以上なんですけどここのポケットのところにポケットティッシュ入れてますチョコボールかわいい。はい、カバンの中身は以上です。あとは出かける時に玄関に置いてる家の鍵を入れていってます。はいはい、最後までご覧いただきありがとうございました。参考になるっていうよりかは何なんでしょうね。でも私も結構 YouTuber さんが紹介されてるバツインマイバッグ結構なんか何入ってんねんよってこう人の持ち物とかこう気になったりするのでそういう感覚で見ていただけたら嬉しいなって思います。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。